ので、まあ、それの一番高い温度42度で計算していきます。で最後にですね、水をお湯にするために使った熱量を、まあ、どれくらいの金額になるかっていうのを出していくんですけど、まあ、今回は都市ガスを使ったというふうに仮定して料金の方を出していきます。で都市ガスの方がですね、1メガジュールの熱量で 4.2 円という単価の方をうちのね今月のガスの使用量の方から計算することができましたので、まあ、この単価の方を使って料金換算の方はしていきます。じゃあ前提条件の説明がね、ちょっと長くなってしまいましたが、この条件で計算の方を出して比較していきたいと思います。はい、ではですね、まずは給湯の温度設定を適正温度42度に設定した場合の熱量と料金の方をね計算してみました。で計算方法がですね、まず12度の水を42度まで上げたいので、何度水の温度を上げたいかというと30度になるかと思います。でこの30度に温めたい水の量20リットルをかけてあげると 30×20 で600キロカロリーの結果になります。でこのカロリーをジュールという単位に